さあ、それでは解説していきます。滋賀県の大問の4番でですね、括弧の3番の問題、非常に難しかったですね、これはね。ただ、入試の問題として見るとどうなのかなっていう気はするんですが、問題単体としてはすごくいい問題で、思考力が鍛えられる面白い問題だったんじゃないのかなと思います。まずどういうものなのかっていうね、問題の概要からちょっとね説明をしておきたいと思います。ちょっと順番逆になってしまったんだけれども、やってること同じなのでね、構わないでしょう。もともとですね、点 P っていうのがこういうふうに与えられた状態があって、これを折り曲げたと。まず一番最初、ここからここにこういうふうに折り曲げたわけですね。 A を P に重ねるようにくって折ってあげたと、ね、でこっち、今度はですね D を P に重ねるように、D を P にこうやって重ねるように折り曲げたわけですね。でその時に GH っていう線と、こっちなんだったっけ、EF っていう線が出来上がるでしょと。だからちょっと見づらいかもしれないけれども、この右上がりになっているやつが EF ってやつで、この右下がりになっているやつが GH っていう線なわけですね。 OK。でそれらの交点っていうのを一旦 R っていう風にしますって言ってるわけです。いいですか。でこの後さらにもう一本線を引いて、どういうことをやるのかっていうと、 C から R を通るように、こう、うわ曲がってるような気がする、まあいいか、C から R を通るような線を引いて交点を S とした時に、相似な三角形、間違えた、合同な三角形が出てきますと。それがあれ、あ、ごめんなさい、右上 D ですね。ありがとうございます。こっちが C ですね、こっちが D ですね、大変失礼しました。はい、ということでこの時にここの三角形、とこの三角形、これが合同になることを示してくださいねって言ってるのがこの問題なわけですね。 OK ですか。でまずちょっとね、このまま眺めていて、いきなりここから解き始めてもニッチもサッチもいかないので、方針から立てていきましょう。方針です。まずどういうことを考えていけばいいのかっていうと、示したいのは何なのか、三角形 ESR 合同の三角形 ESR だから FDR ですか、 FDR を示したいと。 OK。 ですぐに示せることがあるわけ、何かっていうと、これここがまず一発目のポイントなんだけれども、相似は自明でしょ。掃除はすぐ分かるんですよね。だってそうじゃん、こっち見て分かる通り、これね、砂時計型の掃除になっていると、もっと言えば対頂角等しくて錯角等しくてが言えるんだから、掃除だってことはすぐ分かるわけです。じゃあ合同だってことを示したかったらどうすればいいのかっていうと、少なくとも一辺の組み合わせ、ね、一組の辺の長さが等しいってことが言えればいいわけですよね。 OK。 はい、だから何をすればいいのかっていうと、長さが等しい一組の辺を示してしまえばいいわけです。OK、長さの等しい一組の辺っていうのを示してあげればいいわけですね。そうすると、はい、こっち行きましょうか。例えば候補としてなり得るものは何かっていうと、ER と RF、もしくは RS と RD、もしくは ES と DF になるわけですよね。はい、だから候補として出てくるのは何かっていうと、今のやつ全部書いておくと、ES イコール FD、もしくは、SR、これこう書くと分かりづらいな、もしくは SR イコール DR、もしくは RE イコール RF、 このいずれかを示すことができればいいわけなんですよ。だから俺たちのターゲットは変わっていって、これをはこれをはこれを示すっていうふうに考えることができればいいわけですね。OK。 さあ、ということでそんな観点でこっち行っていますけれども、まずそもそも S っていう点っていうのは、ここで初めて出てきた点なわけですよ。 S っていうのは極めて重要な点で、ここで初めて出てきた、ここの時にはなかったわけですよね。 D から線を引いて初めて S っていうのは出てきてるわけです。いいですか。だから何が言いたいのかっていうと、この時点でね、この折り目をペッペってこう取った段階で、ER と RE が等しいっていうのを示せればね、一番楽っちゃ楽なんですけれども、残念ながらね、ここに今出てきてる S、こいつを使っていかないと示すのは非常に難しいと思います。何が言いたいかっていうと、これイコールこれを示すか、ES イコール DF を示すかが最初の候補に上がるよって言ってるわけね。 OK。 ちなみに
ER イコール RF、 これを示すこともできなくはないです。できなくはないです。できなくはないんですけれども、今ここで S っていうものが出てきたんだけれども、これね初めて出てきたこいつなので、これをうまく使ってね長さを求められないかっていうのを考えていっています。ていうかそもそもさ DF ってここにあるわけじゃん。 DF ってここでしょ。まあここの長さと等しいけどね、ここね、ここと等しいけどね、ここに D が来るんだけどさね。でここの長さとここの長さとここの長さが等しい、まあちょっときついよね、こんだけ離れてんだから。いいですか。で ER と RF が等しい、これ示せなくはないんだけれども、まあ、パッと考えてみてください。結構きついのかなと思います。ということでまずターゲットとして俺たちは SR と RD が等しいっていうことをまずターゲットに置いて考えを進めていきましょう。いい。ただこれあくまでも予想であって、こいつかもしれないし、こいつかもしれない。それは分かんないです。分かんない。どこがすぐできるのかっていうのは。ただちょっとこれはなさそう。これはなさそう。ちょっと離れてるから。離れてるからね。この長さが等しいまで持っていくには、かなりのね、労力がいりそうなので、多分こいつは違うんじゃないのかなと。だから、こいつかこいつかっていうのを候補に入れながら、長さが等しいことを今から示していきましょうと。OK。ということで、まず俺らがやるべきことは何だったのかっていうと、相似がすぐ分かってると。ってことは、一組の辺、これの長さが等しいってことが言えればいいと。だから、この3候補のうちどれから始めればいいのかなっていう話ですね。この段階でもうすでに3分ぐらい頭使うんじゃないのかなと思うんですよ。時間内でこの証明かける受験生ってなかなかいなかったんじゃないのかなと思います。逆にね、もしできてる人がいたらもう自信を持っていいと思いますよ。さあ行きましょう。まずこの R っていう点、どこから出てきてるのかっていうところから話を進めていくと、 R っていう点はどこから出てきてますか。それは GH とか EF、 これの交点として出てきてるわけなので、この EH ないしは GH ないしは EF っていうのに絶対注目をしていく必要があるわけですね。さあということで、この GH に関して何かしら情報はないのかって考えてみると、 GH っていうのはこれ D をこういうふうに折り返して P に重ねたものなわけですよ。ということは当然この D と P っていうのはこの GH に対して線対称になっている。もちろんここの A と A の部分もこの AA ってやつね、このピンクい線に対して線対称になってるはずですね。 OK。 だから一つ言えることとして何が言えるのかっていうと、こういうふうに DP 取ってあげたら、ちょっと図がね汚かったけど、これが言えるはずですよね。これがね、OK。はい、なのでこの GH に関してですけれども、まず GH っていうこの線っていうのは今引いていないんだけれども、この DP っていう線に対して垂直に交わってるはずだよねと、この情報がまず出てくるわけです。 GH に関してはね、同じ理屈でこの AP っていうのも考えてみてください。 AP っていうのも当然この EF っていうものに対して垂直に交わってるわけですね。だからまだここには書いてないけれども、 Oh my god 書いてないけれども、よしと、 AP っていうのを引いたときにこれに対して EF っていうのは垂直に交わっていると、 EF これかは垂直に交わっているので、これがよいしょ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 、通るか、よいしょよいしょ、これがちょっと見えないな、ここに対して垂直になってるよってことが言えるわけですよね。かつそれぞれ対称移動してるわけだから、中点中点だってことも言えるはずですよね。あ、なんでここに引いちゃったんだろう。ここです、ごめんなさい、ここですね、よいしょ、大変失礼しました。こういうふうに線を引いたときに90度で中点だってことも言えるわけだから、中点になっていると、中点になっていると、これがまず情報として出てくるわけです。いいですか。だから今与えられた情報だけをですねピックアップして考えていくと、こんな情報が出てきてるわけですね。今俺たちは R っていうのがどういうふうになってるのかを知りたいと、よいしょよいしょ、あった時に今出てきているメンバーを全員書き出しておくと、 AP ごちゃごちゃね、いろんな線が入ってるからすごく見づらいんだよね。DP が出てきて、これに対して垂直二等分線があり、これに対して
垂直二等分線があって、その交点が今 R なわけですよね。OK ですか。さあ、こういう情報が出てきたわけです。ということで、R の場所っていうのはイメージとして AP の垂直二等分線上、DP の垂直二等分線上、ここにあるんだってことなわけです。いいですか。だから今何をしたのかっていうと、俺たちはこの GH と EF の交点が R だって考えてたんだけれども、そもそも EF って何、 GH って何っていうのを考えていったら、それらは垂直二等分線だったんだよねってことね。数学的に言い換えてるわけです。いいですか。さあ、そんな中で今から俺たちが ER イコール RF だったり SR イコール RD だったりを示したいんだけれども、それって結局何を示したいってこと、それって結局何を示したいってこと、 SR イコール DR、まあ、もしくは ER イコール RF、 うわこれ三角って書いてる、逆だわな、こっちが三角でこっちがでしたね、大変失礼しました。はい、ということで、まあ、それは どうでもいいんだけれども、結局これが言えたりこれが言えるってことはどういうことが言えるってことですか。こっち戻りますよ。 R っていう点があって、この R っていう点がちょうどど真ん中にあると、 EF のど真ん中にあったり、SD のど真ん中にあるってことが言えればいいんですよね。 OK ですか。つまり何が言いたいのかっていうと、この R っていうのがちょうどこの正方形 ABCD っていうのを考えて、ちょうどね線対称になるようにスパッと切った時に真ん中にあるってことが言えさえすればいいわけですよね。いいですか。さあ、その後考えていきましょう。この後です、この後です、この後、こっから何が見えるのか、これがね非常に難しいところで、この問題の語彙を分けたところなのかなと思います。こっから考え方がいくつかあります。まず線分、線分の垂直二等分線いくよ。これ三角形 APD があるんだよね。三角形 APD があるんだよね。俺たちは R がちょうど EF のど真ん中とか SD のど真ん中にあるって言いたいわけですよね。ということは、もしそれが言えるんだったならば、当然こういうことだって言えるわけですよね。こういうことだって言えるわけですよね。いいですか。当然こういうことだって言えるわけですよね。いいですか。これなんだ、これなんだ、各辺の垂直二等分線の交点って何ですか。各三角形 APD に注目をして、各辺の垂直二等分線の交点って何でしたっけ、何でしたっけ、何でしたっけ。外心だったよね。ちょっとずれちゃったけど、これ外心になってるんだな。いいですか。どういうことかっていうと、外接円の中心になってるよってことです。ここに気づいてほしかったんですね。OK。ということで、こいつが外接円の中心にあるんだってことに気づいてしまうと、こっから思考が一気に速くなっていきます。いいですか。さあ、外接円の中心だってことが言えたってことは、どういうことが言えます?当然、この長さ、この長さ、この長さ、等しくなるはずですよね。おっと、記号がもう尽きてしまった。3本にしようかな。こういうことが言えるわけですよね。あ、なんだこれ、ちょっと今これ書いてないけれども、AR の長さと DR の長さ等しいんだ、こんなことが出てくるわけですね。さあ、ところで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 、今これ考えてみていったときに、 D から R を通って、 D から R を通ってピーって線を引いていったならば、これ DR を伸ばしてるわけだから、当然の話だけれども、こいつって何になるの、直径になるはずですよね。直径になるはずですよね。DR を伸ばしていったら直径になるんだよね。直径になるんだよね。いくよ。これ円書いてみますね。うわ、行き過ぎた。ちょっと待ってね。うん、ですね。ちょっと上はみ出てるかな、これひょっとして。大丈夫かな。こんなイメージが取れると思うんですけれども、何に気づくのかっていうと、ここの時にさ、見てごらん、ちょっとね見てごらんっつって、もう色がだいぶつきてきたな、そろそろ新色使ってみようかな。この紫って見えるのかな、なんとなく見えそうですよね。さあ、新色紫を使って見ていくと、 D から中心通って線を引いていってるわけで、ここ見てごらん、ここここここ S のところね、ほら DAS、 これ90度になってるってことは何が言えます。 S っていうのがちょうどこの直径になってたんだよねってことね。 OK。 すなわち S っていうのも円周上に乗っかってるよってことが確認できたので、 SR と
RD が等しいよねっていうふうに見ることができたわけです。難しいね。もしくはこう考えてもいいですよ。ここでとりあえず S っていうところの所在が分からなかったとしても、こういうふうに考えていってあげれば R っていうのがねちょうど中心になるので、これが言えるわけじゃないですか。 RA と RD が等しいが言えるわけじゃないですか。ということは何が言えるのかっていうと、ちょっと工夫がいりますけれども、この S から垂線を下ろして D から垂線を下ろしてっていう、こういうね、三角形を見ていってあげると、これって90度になっていると。でここの長さ等しくて、ここの長さ等しい、対頂角等しいから錯角も等しいみたいなことが分かっていくので、合同だってことが言えるわけですよね。合同を使って SR と RD が等しいっていうふうに持っていってもよかったわけです。いいですか。さあということでね、だいぶ難しかったんだけれども、気づかなきゃいけないところはこの垂直二等分線上の交点にあるってことですね。でまあぶっちゃけ垂直二等分線上の交点にあるって話が分かんなくても導くことはできるっちゃできます。ちょっとだけね、発想力が必要になるかもしれないけれども、結局は AP の垂直二等分線上だと、 AP の垂直二等分線、それから DP の垂直二等分線、これの交点が R なわけじゃないですか。いいですか。ということは常に何が言えるのかっていうと、ここの長さとここの長さって等しいわけですよね。ここで二等辺三角形できるわけだから、垂直二等分線だからね、二等辺三角形出来上がるので、ここの長さとここの長さが等しいは常に言えると。さらに、よいしょと、こういう三角形取ってあげれば、ここの長さとここの長さが等しいも常に言えるわけですよね。垂直二等分線だから。いいですか。あ、だから RA と RD が等しいねっていうふうには持ってこれるじゃん、持ってこれるわけですね。これね。で、そこから今やったみたいにこういう合同な三角形を作ってあげれば、確かに RD と、RE の長さ、間違えた。RS と RD の長さが等しいというのは持ってこれるわけです。いいですか。こんな感じでここをね、最後。示してあげると、だから結局は RS とこれかな、これを示してあげることができたので、これで証明ができるよって話だったわけです。だいぶ難しいんじゃないのかなと思います。今言った内容っていうのをちゃんと書いていってもらえれば、証明としては問題はないかなと思います。はい、ということで、まあ数学的なね、この図形の性質としてはこっち行きましょうか。非常に面白い問題だったと思うんですけれども、実際にこれをね、入試の時間の中で解くっていうのはどうなのかなと、難しいんじゃないのかなと思いますので、まあ入試本番でできなくてもしょうがないけれども、自分の実力をね、伸ばすためにやってみるのは一つの手だったのかなと思います。で、せっかくなので別解も紹介します。別解、他にもあります。こういうふうにですね、90度がいっぱい出てきているとき、困ったらこういうふうな手段があります。これです。座標平面に埋め込んでしまうっていう手ですね。座標平面に埋め込んでしまうんです。例えば適当にここの C の座標ね、2、まあ、これ22か、こういうふうに置いてあげれば正方形になるわけじゃないですか。俺らが示したいのって、結局 SR イコール RD を示したかったわけだから、 R っていうのがちょうどここね、AD の垂直二等分線上に R があればよかったわけですよ。つまり R の X 座標が1だってことを証明できればよかったわけですよね。 OK ですか。だから適当にね、 P の座標を P0 とかっていうふうに置いていってあげて、頑張って P の方程式を作って、この直線の方程式、この直線の方程式出しちゃうわけですね。出して交点を求めてあげて、その X 座標が1だってことが言えれば、 R は中点だっていうふうに言えたわけです。いいですか。はい、だから結局ね、どういうふうにやるにしてもかなり難しい問題だと思いますので、まあ無理に復習はしなくてもいいと思います。ただ余力があってね、難しい図形の問題にチャレンジしたい人は、こういう問題もね、手を出してもらえるとよかったのかなと思います。これで配点7点、ちょっと滋賀県やりすぎかなと思いますけどね。はい、ということでございました。解説以上です。